こんにちは。こんにちは。元力士がいろいろな裏話を入れながら大相撲の世界を制するまっチャンネルです。私が元幕下力士松武蔵です。アシスタントの四武蔵です。さて昨日、はい、春場所が終わりましたね、はい。まあ、なんと若隆景が4勝もちろんね強くなったっていうのは言ってたけども、はいはい、やっぱりまだ優勝というのにはそうですね、うん、親戚役じゃないですか、うん、新関脇上がって、うん、で関脇で10勝とか実力をつけてから優勝までたどり着くかと思ったら、はい、新関脇で優勝するとは思わなかったんです、うん、はい、これ新関脇で優勝いうのがなんと双葉山ひろし、そう私も知らなくて、なんかテレビで昨日言ってて、あの双葉山以来というね、もう歴史上の人物以来の、はい、新関脇優勝ということなかったんですね。うん、そうですね。まあ、終盤になって、うん、まあ、若隆景と高安の争い、まあ、そこにね琴ノ若組を噛んでっていう感じだったんですけども、はい、これ意外なことにね千秋楽の本割は3人とも負けてしまったっていうことで。そうですね。まあ、終盤、はい、毎日の相撲を見るっていうのもそうなんですけども、うん、次の日誰と当たるんやって、もうそれほど今場所は楽しませてもらいましたね。そうですね、はい、最後の最後までね、まあ、私結構正代応援してるんで ね、はい、最後やっぱり正代が意地を見せてくれたっていう点ではほっとし、もしたんですけどもね。最後に3人負けたんですけども、うん、これは一つね3人ともが初優勝の優勝争いということでね、どっかしらに優勝の意識の硬さがあって、まあ相手も意地と言いますか、大切な一番でしたよ。そうですね、それぞれ最初に出てきた琴ノ若も勝ち越しをかけた豊昇龍でしたよね。そうですね、7勝7、それも三役に残れるかどうかという一番で、次の阿炎も、7勝7敗で、将来にしろ最後大関の意地を見せたいっていうところは大いにあったでしょうしね。そうですね、まあそういう感じで3人の精神的なものも見えたような気がして、濃厚な千秋楽の取り組みでした、はい、それで優勝決定戦になりました、はい、若隆景と高安のね、はい、それで気持ちとしてはやっぱりなかなか優勝できなかった高安を応援したいなっていう気持ちがありながらも、まあ、あの時ねどっちが勝つと思うって言ったら若隆景かなっていうふうに言ってたんですけども、それはどういう理由ですか？まあ、まあそれはもう本当紙一重の問題なんですけどね、なんかこう若隆景があそこまで来た勢い、まあ高安は先場所休んで、それで体調を整えて今場所に臨んだということもあるんですけども、やっぱり大関から落ちてきた高安と、今からの若隆景の、勢い、で私はねもう紙一重で若隆景かなと思ってたんですけども、相撲見たらもうそんなのは紙一重もなかったです、どっちが勝ってももうおかしくないし、なんか高安が負けた瞬間はちょっとかわいそうかった、今までのことがあるから、ね、今までも最後優勝戦線に残って終盤でバターンって腹から落ちたりして、ものすごく悔しいね。でも特に今回はね、もうあと一月っていうところで逆転されました、そこがやっぱりまた若隆景のあの足腰、もう若隆景じゃないと残れないぐらいの残り方でも あそこまでよく高安が攻めたんでね、攻めるも攻めた、守りも守ったという相撲でした、はい、他にもね結構健闘した活躍した力士っていうのはね、はい、たくさんいましたけども、やっぱり三勝馬になると思う、その3人に限定されてしまいましたね。そうですね、まあ、横綱も休んでたっていうのもありますし、平幕力士の活躍が目立ったんでね、はいはい、でも特に千秋楽って本当にうまいことをあの対戦組んだなと思う、こうね7勝7敗同士だったりとか、あれここ何年間でしょうね、あの14日目の取り組みを終えてから千秋楽の取り組みを組むという、まあこっちの方が見てて面白い、はい、まあもう番付通りの組み合わせをするより7勝7敗同士とか、まあまあ負け同士ももうこれ負けたら落ちるっていう対戦とかも組まれたりしてね、14日目終わってからの取り組みの編成の面白さが出てますね。ですから千秋楽の相撲って見応えありましたよね。どれももう必死さがありますね、いや特に今場所はね、13、14、15の一対戦一転びの入れ替わりが見ててワクワクしましたね。そうです
これも一つね、大関以上が絡んでなかったから、かもしれない、やっぱり横綱大関があの独走してるとそのまま行っちゃうという傾向がありますもんね。そうですよ、いい対戦組んでても、結局横綱大関逃げ切りみたいな、やっぱり上位は上位の力があるから、意地もありますし、今回は関脇以下の3人の、あの優勝争いだったんでね、まあ、割と互角っていうか、3人の誰がっていうんじゃなくて、そうですね、だから今考えるとね、琴ノ若が勝ってたら巴戦で見たかったなっていうようなね、でもみんながあの精神状態で戦いを終えた結果なんだよね、まあ、今場所は見にはいかなかったんですけども、はい、テレビの前で観戦してても面白い、そうですね、まあ、あのこのままね、来場所ももちろん照ノ富士を中心にずっと進んでいった方が、これは大相撲として見応えがあるんですけどね。でこの前言ってたじゃないですか、正代、この相撲だったらね、来場所にも続いたら優勝候補ですよっていうようなこと言ってましたけどもね、あのまた正代とかも、また貴景勝も ね、そうですね、またあの正代もね、来場所もまた同じ顔ぶれで、ね、切磋琢磨して対戦に臨んでくるんで、今の気持ちと後半戦の10日間を、あの忘れずに頭から勝ち続けて優勝戦線に食い込んでほしいですね。はい、春場所終わってしまってなんかちょっとロスになりそうな感じ。でもね、もうすぐにね、あの4月の番付発表から5月場所に入りますんで、また来場所も楽しみだし、番付もね、まあまあそんなに変わらないけど、大きく変わるのはね、隆の勝のちょっと負けが込んだのと、明生のちょっと、これはもう、なんとか間に合わせて、また大活躍してもらいたいです。力があるんでね、もともとが。はい、ということで、いかがでしたでしょうか。まっチャンネルでは皆さんからの質問も引き続きお待ちしております。ぜひお寄せください。本日もありがとうございました。また次回。さよなら。